Fire Emblem. Engage.僕とエンゲージしてくれ。行こう。奥にいる敵を倒せばこの戦いは終わる。僕たちならできるさ。皆が切り開いた道を無駄にはしない。我が終わらせてやろう。ここがお前の墓場となるのだ。敵に近づこう。僕も共に行くよ。頑張ります。紋章師の力をもってしてもこの我は倒せん。敵はもう近くにいる。攻撃を仕掛けよう。お前はここで滅びる定め。指輪は全て我のものだ。準備はできている。さあ、僕とエンゲージしてくれ。倒れるわけには。
今こそ心を一つに。エンブレムエンゲージ。君との強いつながりを感じる。今なら強力な一撃を放てるはずだ。行こう。ありがとう。君のおかげで世界は救われた。僕の役目はここでおしまいだよ。けれど僕はずっと君のそばにいる。あの日のように隣に立つ日を待っている。もしもいつかまた会える時が来たら思い出してくれ、僕のことを。君と共に戦った12のエンブレムのことを。ここは。え？目を開けられた。あなたたちは。あなたは。え？神竜様ですか？神竜様ですね。なんと。なんと。神竜様がお目覚めになりました。あの。まったく、二人とも騒々しい。お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。ああ、その目が開かれている玉眼を私の代で拝見する栄誉を賜れるなど。あなたは。申し訳ございません。つい取り乱してしまいまして。私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。ねえバンドレさん、本当に神竜様起きてたでしょ。僕たち嘘なんかついてないよ。あなたたちはさっきの。はい、すみません。先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。僕は第33代竜の守り人クランです。どうぞお見知りおきを。同じく第33代竜の守り人フランです。
クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずっとじーっとお待ちしておりました。我々竜の守人はあなた様の守護者、古の時代より代替わりを続けながらあなた様がお目覚めになる時をお待ちしていたのです。いやはや本当に驚きました。何せ初代竜の守人の時代より実に千年もの時が経っているのですから。千年？私は千年の間眠っていたのですか？はい、母君、神竜王ルミエル様もこの時を待ちわびておられました。神竜の王族たるあなた様の目覚めはこの世界にとって大きな知らせとなるでしょう。待ってください、神竜王ルミエル、それが私の母なのですか？それに神竜の王族って私が。神竜様、もしやご自分のことを覚えていらっしゃらないのですか？名は覚えています、でもそれ以外のことは何も。それって記憶喪失ってやつでは？もしかして眠り続けた弊害なのでしょうか？私は一体。大丈夫です、きっとお目覚めになったばかりでまだ混乱していらっしゃるのですよ。よろしいですか、あなた様は神竜、この世界で神と崇められる竜の王族です。そしてあなた様の母君は聖地リトスを滑る神竜王ルミエル様。千年前に起きた戦争で悪の元凶たる邪竜を封印した偉大なお方、あなた様はその神竜王ルミエル様のたった一人の巫女なのです。戦争、邪竜、何か思い出しそうなのに頭にもやがかかっているようです。無理をなさることはございません、きっとすぐに思い出されます。何せあなた様は神と言い伝えられし尊きお方、高貴で優しく武勇に優れ、どのような敵にも恐れず勇敢に立ち向かったと聞き及んでおります。そんなにですか？噂におひれがついてません？ひとまずリトスの王城に参りませんか？ルミエル様に元気なお姿をお見せせねば。会ってお話をすれば何か思い出すこともございましょう。わかりました、そうと決まれば早速出発ですね。リトスの神竜王城へ。さっきまでいた場所は空の上にあったんですね。神竜様が眠っていらした場所は離宮ソラネル、本身の安全を確かにするために浮遊島の上に作ったと聞き及んでおります。最も堅牢な空の要塞と呼ばれており、認められた者以外の侵入を許しません。空の要塞、皆さんもずっとそこに？はい、私たち竜の守人は神竜様の守護とソラネルの管理が主なお仕事なので。ちなみにソラネルは選ばれた人間しか入れない聖地の中の聖地だとも言われてるんですよ。各国の王族様方が神竜様に会いに来られることもあります。特に敬虔な神竜信仰であるフィレネ王国の王子様と王女様はよくお越しになりますよ。こう拝んで見つめて眠る神竜様に話しかけて帰るって感じです。なるほど、いろいろ教えてくれてありがとうございます。クラン、フラン。キャー、神に名前を呼ばれました。その上お礼を言われちゃいました。感激すぎてそっと押しそうです。むしろもうそっと押しています。お前たち神竜様の御前だぞ。まったく誇り高き竜の守人として恥じぬ振る舞いをしろといつも言っているというのに。神竜様、ご無礼をお許しください。無礼だなんて、賑やかで楽しいです。さすが神竜様、お心が海より広い。
あ、王城が見えてきましたよ。あれが神竜王城、神竜王のいる場所ですか。千年ぶりのご帰還ですな。お城までエスコートさせてください。お手をどうぞ。ありがとうございます。あれ、私の手に指輪が。眠る前からつけていたものでしょうか。この青い石、何かを思い出しそうな。何ですかこいつらは。バンドレ、リトスの地にはこんな化け物が。いいえ、初めて見ます。平和なリトスにこのような化け物が現れるなど聞いたこともありません。そうですか。では戦われますか。さすがは神竜様、お噂にたがわず勇敢で。いいえ、逃げましょう。相手の正体がわからないのであれば立ち向かうのは得策ではありません。それになんだか嫌な感じがするんです。さあ早く。いや、しかし神竜様のご命令であれば従うべきか。では神竜様を先に。ここは僕たちが引きつけます。ダメだ、お前たち前に出すぎるな。あ、武器が囲まれちゃいました。クラン、クラン待っていろ、今助けに向かう。バンドレ。神竜様、危険です。お下がりください。二人は私を守ろうとして襲われたんです。下がっているわけにはいきません。逃げると言ったこと撤回します。どうか共に戦わせてくれませんか。わかりました。どうかご無理はなさらぬように。ありがとうございます。なぜこのような化け物がリトスの地に。奴らは危険です。茂みに身を隠して進軍いたしましょう。行きます。手だれですな。神竜様、もしお怪我をされましたら傷薬をお使いください。森人として。フラは僕が守る。お前なんか怖くないぞ。
しまった。命ある限り。好きにはさせません。来ましたぞ。そんな、これでは間に合いません。守られるばかりで何もできないので、私がみんなを守れれば、もっと私に力があれば。思い出してくれ。今誰かが私を。これは僕が君の力に。この声は。もしもいつかまた会える時が来たら、思い出してくれ僕のことを。君と共に戦った12のエンブレムのことを。神竜様。行きません。あなた様お一人では。大丈夫です、バンドレン。一人じゃありません。お願いです、私に力を貸してください。輝け、始まりのエンブレム。僕の名はマルス、エンブレムマルスだ。切り抜けるために力を貸してくれますか。もちろんだ。ここからは君と共に戦うよ。最後まで君の力となろう。
を貸してください。私の手で。負けるわけにはいきません。せよ、必ずお守りする。神竜様、パンドレさん、ありがとうございます。あの、すみません。僕たちが前に出過ぎたせいで。そんな、謝るのは私の方です。二人とも、私を守ろうとしてくれたのでしょう。危ない目に遭わせてごめんなさい。無事でいてくれて、本当に良かった。神竜様、また奴らの気配が。倒したはずなのに。奴ら仲間を呼んだようですな。まずいですぞ。これでは倒してもキリがありません。まだこんなに。今度は竜まで。ついに目覚めたのね。本当にあなたなのね。はい、助けてくださりありがとうございました。ああ、会いたかった。え、あなたが目覚めた気配がして早く会いたくて飛んできたの。どこも痛いところはない？体が動かしにくいだとかは？大丈夫です。よかった。母さん、ずっとあなたに会いたかったのよ。あなたが母親？どうしたの？まさかあなた。ルミエル様、実はお目覚めになられた時からご自分のお名前以外の記憶がないのです。そういうことなのね。ごめんなさい。あなたにとっては我が子との再会なのに。私こそ気づけなくてごめんなさい。嬉しくてつい全力で抱きしめてしまったわ。そう、すべて忘れてしまっているのね。ずっと眠っていたのだから仕方ないわ。千年もの間ずっと。バンドレから聞きました。私は千年前の戦以来眠っていたと。
戦いの中で負った深い傷のせいよ。そのせいであなたは。深い傷、やはり思い出せません。この世界のことも何も。大丈夫よ。あなたが忘れたことは私が教えるわ。何も覚えていなくても生きていてくれればいい。あなたが私の子だということに変わりはないのだもの。はい。暗い顔しないで。私はあなたと言葉を交わせるだけで十分幸せよ。ねえ、その瞳、とっても綺麗な色ね。ありがとう。すごい！すごい！王城へ行きましょう。私の背に乗って。ここはエレオス大陸。四つの王国と一つの聖地からなる世界。豊穣のフィレネ、武力のブロディア、英知のイルシオン、自由のソルム、神竜の住む聖地リトス、そして今は滅びた蛇竜の地グラドロン。千年前、この世界で蛇竜との戦争が起きました。私たちは異界の英雄エンブレムに力を借り、各国の戦士と共に一丸となって戦い、長きにわたる戦いの末、蛇竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ封印の力は弱まり、ついに蛇竜復活の兆しが見え始めたのです。もしも本当に復活してしまったのなら、私たちはもう一度戦わなくてはなりません。蛇竜ソンブルト、ようこそ神竜王城へ。ここまで来ればもう安心よ。ここが王城、綺麗な場所ですね。あなたにはお帰りと言わせて。たとえ記憶がなくとも、私はいつかまたここにあなたを迎えたかった。お帰りなさい。ただいま戻りました。ありがとう。ダメね、嬉しくて涙が出そうだわ。ルミエル様。バンドレ、クラン、フラン、竜の森人たるあなた方にはお礼を言わないと。眠る我が子を守護してくれたこと
感謝いたします。もったいなきお言葉です。本当にもったいないお言葉です。嬉しすぎてまた卒倒するかも。褒められてしまった以上今後も伸び続けるしかありませんね。それにしても驚いたわ。リトスの地に異形兵が現れるなんて。異形兵？あなたたちが草原で戦った敵のことよ。あの化け物ですか。私は奴らが苦手です。見ると背筋が凍るような感覚が。そう感じるのは無理もないわ。あれは死した人間が悪しき力で蘇った生ける屍。千年前の戦争でも蛇竜が使役していた兵たちよ。幾千万もの長日月の間、このエレオス大陸は平和だったのだけれど、千年前突如として邪悪な存在が現れたの。それが蛇竜、名はソンブルよ。奴がどこから来たのかだけはどれだけ調べてもついに手がかりがつかめなかったけれど、戦を仕掛け破壊の限りを尽くす者たる以上、私たちの敵であることに変わりはないわ。そして異形兵がはびこっているのなら、蛇竜が目覚めている可能性がある。あなたが同じ時期に目を覚ましたというのも気になるの。もし蛇竜の封印が解かれてしまったのであれば、私たちは再び戦う覚悟をしないと。蛇竜を相手に戦うだなんて。大丈夫よ、奴はすぐには仕掛けてこないはず。北条には神竜の気が満ちているから、異形兵もやすやすと足を踏み入れられないわ。今のうちに策を講じましょう。紋章師マルス。ルミエル、久しぶりだね。宣告は力を貸してくれてありがとう。僕だけでは何もできなかった。思い出してもらえたおかげだよ。もしかしたら他のみんなも同じように目覚めているかもしれない。そうね。他にも紋章師がいるんですか。あなたに伝えておくことがあるわ。私についてきて。ここは指輪の間よ。紋章師の指輪が安置されている部屋。ここには他にも聖騎士の指輪、剣王の指輪、青き風空の指輪、そして聖王女の指輪、導き手の指輪があるの。マルスの宿る英雄王の指輪と同じように、それぞれ紋章師が宿っているわ。マルスのような指輪がそんなに。全部で6つもあっただなんて。いいえ、紋章師の指輪は全部で12。残り半分の指輪は他の国に託してあるの。危険だから。危険？紋章師たちは12全ての指輪を持つ者に強大な力を与えてくれるの。エレオス大陸は代々神竜族が力を賜り、正しきことに使い大陸を繁栄させてきたわ。千年前の戦争でもその力のおかげで蛇竜を封印することができたけれど、それゆえ指輪を求める者も多く現れた。強大な力は持ち主次第で善にも悪にもなり得るわ。だから一箇所にとどめずに別々の場所に保管しているんですね。力が与えられるのは千年に一度、そして今がちょうど千年目の時。時が来れば神竜が各国を巡り、王たちから愛と信頼を持って指輪を託されるのが通例よ。この儀式はもうすぐ私が執り行うはずだったのだけれど、蛇竜も指輪を狙っていれば危険だわ。先に紋章師を権限されてしまうかもしれない。権限ですか。紋章師を指輪から呼び出すことよ。さっきあなたがマルスを呼んだようにね。その力は
竜の血を引く王族にしか使えない。あなたは間違いなく私の子よ。あの時頭の中に呪文が浮かんだんです。呪文？輝け始まりのエンブレム。気がつけばその言葉を口にしていました。そうしたらマルスが助けに来てくれたんです。呪文でマルスを権限させたのね。その時あなたは何を願っていた？私はただクランとフランを助けたいと。失うのは嫌だ、私が守りたいと、そう思ったんです。皆のためを思ったのね。これからも権限の時にはその気持ちを忘れないで。決して奪うためではない、守るためにその力を借りたいのだと。はい。次は実践の鍛錬をしましょう。神竜の王族としてやるべきことはたくさんあるわ。ここなら存分に鍛錬ができそうね。紋章師の力がいくら強くても戦うのはあなた自身。その身と心が強くならないと紋章師も力を発揮できないわ。バンドレ、クラン、フラン、あなたたちはこの子を助けてあげて。しかし模擬戦といえどルミエル様に刃を向けるなぞ。甘いことを言っていると倒れるのはそちらの方よ。異形兵？もちろん本物ではないわ。訓練用に作ったものよ。材料は植物や岩だけれど性能は互角。油断したら怪我では済まないわ。偽物でもやはり嫌な感じがしますね。他の訓練方法はないのでしょうか？ダメよ、戦場では誰も待ってくれないの。どんな敵でも立ち向かわないといけないわ。どうか逃げないで。あなたは私の子、皆を守る神竜なのよ。わかりました。大丈夫ですよ神竜様、私たちががっちりサポートしますので。はい、フランの言う通りです。目線一つでいいように使ってください。ルミエル様と戦うのは気が進みませんが、ご命令であれば仕方ありませんな。このバンドル必ずやあなた様に勝利。みんなありがとうございます。頑張りますね。さあかかっていらっしゃい。射程の長い武器を持つ敵がおりますな。奴らは離れたところから一方的に攻撃してきます。どうかお気をつけくださいませ。そこに斧を持った敵がいるでしょ。斧の敵には剣が有効よ。武器には相性があって、例えば剣は斧に、斧は槍に、槍は剣に強いの。相手に対して強い武器で攻撃すると体勢を崩すことができるわ。ここは剣で攻撃してひるんだところを叩くのが効果的ね。やったわ。今見た通り剣は斧に有効よ。これからも武器の相性を気にかけてみて。体勢が崩れた敵はしばらく反撃してこないから、そこを狙ってとどめを刺すといいわ。キャー！
杖で怪我を治せるんですよ。それから隣で戦う味方をかばうこともできます。かばった後はちょっとひるんじゃいますけど、怪我をした時や怪我をしたくない時はぜひぜひ私に任せてください。神竜様、僕は魔法を使うことができるんです。離れたところでも近くでも攻撃できて、守りの固い相手にもダメージを与えることができますよ。様の武器です。竜の守り人として、私のためにも全力で来てちょうだい。そんな、やってみせます。エンブレム、エンゲージ。目線いただきました。様に攻撃だなんて、ちょっと僕そっと押しそうです。しっかりなさいクラン、狙いを外さないようにね。えっ、行きましょうか。あなたたちはそこで待っていて。さて、位置についたところで次の鍛錬を始めましょう。ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。私も本気で戦います。これも使わせてもらうわね。あれは聖騎士の指輪。こちらも紋章師を権限します。
私はシグルドだ。力が必要なら応じよう。紋章師シグルド、強者の風格ですね。紋章師はそれぞれ能力が違うのよ。異なる紋章師と共にいれば異なる力や技を使うことができるわ。紋章師シグルドにはマルスとはまた違う強さがあるということですか。気を引き締めていきましょう。牙の敵がいるね。僕のレイペアは牙に対して有効だ。僕とエンゲージするとレイペアが使えるようになるから、戦う時は試してみるといい。